安倍晋三、尋問します。よく聞いて答えなさい。正直に、ね。お前が統一教会を差配した理由を述べなさい。僕ちゃん、統一教会、差配、なんかしてないもん。じゃあ、私が言ってあげよう。お前は自民党で権力者を続けたかった。そのために自民党の議員の前で威勢のいいところを示したかった。一つに自民党の総裁選再び出馬し、お前は統一教会を使って安倍に投票してもらおうと思った？一つに自分の派閥を維持するために所属議員が当選できるように統一教会に投票を頼んだだろう。陳蔵、お前は統一教会の献金、犠牲になった庶民の気持ちわかるか？人生がめちゃくちゃに、そして家族がバラバラに。お前を倒した山上さん、そういう気の毒な被害者だ。安倍、お前のくだらない権力、出世欲の犠牲者だ。く。そう、そこまでわかっているとは。恐れ入りやした。刑務所でも地獄でもどこでも参りやす。